どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、今後発売予定の、新しいね恐竜商品の方どんなのが出るのかっていうのをねチェックしていきたいと思います。まずはね、国内のアマゾンさんのマテルストアのサイトです。でこれね、左側にいてるのはこれブラキオサウルスで、これハモンドコレクションのブラキオサウルスだと思うんだけど、これ右側にね今後発売予定のこのねブラキオサウルス載ってるんだけど、箱のパッケージと同じなんで、多分ね同じだと思うんだけど、この写真を見るとちょっと違うなっていう、色が違うくないみたいな。新しいジュラシックパーク30周年アニバーサリーハモンドコレクションのブラキオサウルスは7月29日に発売予定で、お値段が 14,400 円とかなり高価な、恐竜フィギュアとなっているんですが、サイズが109センチで、前にね大きいブラキオサウルスあったんだけど、それがね106センチなんで、今回ねサイズアップしてます。で頭はこんな感じで、めっちゃ迫力あるね。いや、目がね、クリアパーツになってそうですね、これ。で、口の中の歯の色もなんか変わった。なんかこれゴールドにも見えるね。二足歩行、これ、ジュラシックパークのあの映画のワンシーンを再現できちゃうみたいで、で、この足首もね、動くようになってるから、細かい動きの設定できるから、いいね。で、首動いてる。すごいな、首のとこシワシワになってて、これゴムになってんのかな。いやすごいこれ。ただこの写真で見るとね、首くねっとこう動くような感じではないんだけどね。動くんだすごいすごい。でもこれ同じ恐竜なんか違うように見えるよね。これ前に出たブラキオサウルスに見えるんだけど、どうなんだろう。写真使い回しなのかな。これなんか色違うくないですかこれ。うん、これ前のような気がするんだけど、どうなんだろうね。ごめんなさい、ちょっとわかんないけど。いやでもね、新しいハモンドコレクションのブラキオサウルスは首がね、こうやってくねっと動くようになってるみたいなんで、楽しみですね。やっぱね、ブラキオサウルスはこの長い首がね、特徴なんで、これがね、こうくねっと動かせると、またなんかいろんなかっこいい形で飾れたりしますよね。で、下行きまして、キングオブ恐竜 T-REX。すごいね、これ。T-REX がいっぱい並んでて、あ、見つけやすいね。T-REX 見つけやすくなってるね。うん、すごいいいね。で、T-REX の強力なライバルシリーズで、あ、この間ね、ご紹介した体が光る、ね、インドミナスレックスですよ。あれね、光るのね、すごい良かったから、他のギガノトとか、あとインドラプトル、スピノサウルスなんかもね、なんか光るシリーズ出してほしいですね。で、下行きまして、全長100センチ前後の大型恐竜フィギュアシリーズということで、あ、これこれ、さっき言ってた、ね、大きなブラキオサウルスなんですが、形ね、さっきのとパッと見似てるんだけど、新しく出るのはハモンドコレクションなんで、首とかが動かせるようになってるということで、またこれ、このね、ブラキオサウルスと見比べようと思います。で、スーパービッグのギガノトサウルスの値段が、これ安くない ?6000 円っすよ。めっちゃ安くなってるよね。あ、残り1点か、これ。僕の視聴者さんで誰かね、購入予定の方があればね、ぜひね、チェックしてください。6000円ってね、安いよ。新しく出たインドラプトルはね、8955円。安くなってるやん、これ。僕ね、発売してすぐに買ったから、12000円ぐらいでね、確か買ったはずなんで、安くなってるね、これ。8955円か。そう、発売してすぐだとね、やっぱ高いんだけど、ちょっと間空くとね、かなり値段落ちますよね。まあ気になる方はぜひねチェックしてください。まだねインドラプトル撮影できてないんで、これから撮影してね動画、でご紹介したいと思います。楽しみに待っててくださいね。こちらディノトラッカーズシリーズのトリケラトプスが7月29日発売予定になってて、お値段が、6600円と結構高いね。で箱、このね写真の箱を見るとかなり大きい感じ、スーパービッグのような感じに見えるんだけど、違うくて全長約 45.7 センチ。まあでも結構大きいか。ね、スーパービッグほどではないけど、かなり大きなサイズのトリケラトプスが出るみたいで、お値段が6600円となってます。
わあ、すげえ、これも迫力あるね。マテルの、トリケラトプスのサウンドが鳴るフィギュアね、結構出てるんだけど、で、形、大体同じような感じだったんだけど、今回新しい、こうね、型になってそうですね。で、背中に、こう、ボコボコっとしたね、部分があって、ここは色が違う。ちょっと明るめの色で、体のベースは焦げ茶カラーになってそうですね。高さが約ね、18センチとなってて、これ、くちばし開いた状態になってるんだけど、開閉するのかな？ねえ、なんかそこもちょっと気になりますね。これね、サウンドマークないから、なんないのかな？ならないのかもしれないけどね。また、まあその辺なんかもね、発売されたらじっくり見たいと思います。で、小さい恐竜フィギュア人気のポップアップコレクションも、4種類7月29日に発売されるみたいで、T-Rex にベロキラプトル、スティギモロクに、あとステゴサウルスの4種類が出るみたいで、まあこれこうグッと押してね、眠らせてもう一度押すとコップ横ってこう起き上がって目を覚ますっていうフィギュアになってて、かわいいですね。はい。で、何これ、ベロキラプトルの色がなんかね、青黒い感じで新しいね。新しい恐竜は多分ね、スティギモロクが新しいかな。うん、あの、カミカミコレクションでもスティギモロク確かね、出てないと思うから新しいよね。で、ステゴサウルスはカミカミコレクションで前出たよね。ポップアップコレクションでは今回初登場のような気がするんで、恐竜、ポップアップコレクションの新しい恐竜としてはこの2種類が新しいと思います。鼻の調子がね、どんどん悪くなってきて、鼻声がひどくなってるな。ごめんなさいね。で、ポップアップコレクションね、サイズも小さくて、こう見た目も可愛いしね、またこう動かし遊べるっていうのがね、いいですね。新しいの出るんで、またご紹介しますね。国内で販売されるマテルジュラシックワールドの新しい情報は、これ以上になりますかね。なんか今月はちょっと少ないかな。先月かなりいっぱい出ましたからね。またなんか、追加で出たら、ご紹介したいと思います。次はね、バンダイさんから出てるプラノサウルス。この間ね、モササウルスを組み立てご紹介したんだけど、その動画で僕ね、7月にアンキロサウルスが出るってね、確かなんか言ったような気がするんだけど、ごめんなさい、日付間違えてた。アンキロサウルス出るのは出るんだけど、10月発売予定になってましたね。はい。で、この焦げ茶カラーのね、アンキロサウルス、かっこいいよ、これ。この骨格ビルドの体、この突起部分かな、なんかボコボコっとした感じの骨になってるんですね。まあ、こういったね、こう体の中までこう見ることができ、あと情報もね、いっぱい載ってるんで、まあこうやってね、こう全身を覆う特徴的な装甲とか、説明書きでね、書いてくれてるから、それを読んでね、こう見て、こう楽しめるっていうのがやっぱプラノサウルスはいいね。で、7月はね、これ、僕の好きな恐竜、スピノサウルスが発売予定になってます。はい、こんな感じ。骨格もいいよね、スピノサウルス。で、形がアニアの四足歩行のスピノサウルスと似てて、めちゃ可愛くないですか。で、これね、台座があるから、スイスイってこう足、後ろ足を伸ばして、泳いでる時のようなポーズでセットできるみたいで、こういった映像の写真なんかありますよね。いやー、嬉しいな、これ。で、水中でも役立つ目の構造とかね、まあこちらも、説明書きが書いてます。で、二足歩行にしたり、四足歩行にしたりしてね、台座があるからね、セットの仕方を変えることができるようになってて、これ7月発売予定なんで、今月発売予定なんで、またね、出たらすぐに組み立ててご紹介したいと思います。プラノサウルス、10月のね、アンキロサウルス発売はね、載ってたんだけど、その次が出てないんで、多分でも年内ね、もう一種類ぐらい出そうじゃないですか。10月でしょ、これ。だから11、12、どちらかに、もう一種類なんかね、新しい恐竜、なんか出してくれそうな気はしますよね。期待して待っておきたいと思います。最後はアニアの新商品情報の方、ご紹介してね、終わりたいと思います。まずね、今月発売予定の分ですね、前にご紹介しました AS シリーズ AS41 番の5本図の兜に42番虹色クワガタ、43番ノコギリクワガタが出るみたいで、この、フィギュアはですね、おもチャンネルタルさんがイベントでね、動画の方を撮ってきてくれて、僕ね、動画でご紹介してますんで、よかったら気になる方はね、ぜひね、見てくださいね。この虹色クワガタは艶消しで、なんかね、思ってた通りのなんか色になってて綺麗な感じでしたね。で、AL シリーズ、なんと
これ前僕あの情報をチェックした時言ってなかったんじゃないかな、追加で出たんじゃないかな、 AL21 番福井ベナートルが出るみたいで、福井県立恐竜博物館監修になってるみたいで、であとね22番のパキケファロサウルスは7月13日にね、まあ、これ以前ご紹介しましたよね。で動画の中でもどんなフィギュアなのかっていうのをね、そう撮影してくれたのをねご紹介しましたね。あーこれ出るんだ、福井ベナートルがね追加で出ましたね。お値段が、税込み1045円となってました。体の色がね黒で、あと青赤カラーの色も入ってて、なんかねジュラシックワールド新たなる支配者で登場しそうな、なんかそんな色になってる。前足のこの羽毛ね、ふさふさした感じがね、かっこいいですね。で、プレイセット、昆虫バトルステージ。これね、昆虫好きの方にはたまんないよね。アニアの昆虫フィギュアを使って、こう、バトルさせて遊ぶことができるんだけど、なんかあの、実際にこう、小さい時にね、カブトムシとかこう、向かい合わせて、並べて、なんか戦わせたりなんかして、なんか小さい時遊んだりしたの、思い出しましたね。いやー、なかなかね、こう、実際のね、昆虫だとこう、戦ってはくれないんだけど、このバトルステージはね、戦わせることできるんで、いいね。楽しみです。で、冒険大陸アニアキングダムシリーズもいっぱい出ます。単品フィギュアで、ゴッツ、そしてプテイラ、イカズチマルの3種類が出ますね。この3種類ともね、カラフルっていうか、アニアキングダムで登場する生き物はね、みんなカラフルでね、面白いですよね。で、ビッグアニア2種類出て、レオニーとプテイラが出ますね。で、こちらは7月20日。さっきのも同じか。あ、単品フィギュアの方は7月13日となってるんで、発売日が違いますね。で、プレイセット、爆裂変形バトルボルケノ。いや、これ、楽しみ。そう、なんかね、上からね、溶岩ボールも、転がってくるようになってて、すごい面白そうなバトルがね、できそうで、また、こう、フィギュアを飾ることもできる場所もあるから、プレイセット開けて、こう、アニアキングダムの、こう、フィギュアを飾るのにね、いいですよね。8月ね、あんまり出ないんすよ。で、こちら、AS44 番、ハヤブサに、AS45 番、アルマジロ。こちらも、以前ね、動画の方で、まあ、こんなの出るみたいっていうのをね、ご紹介してますんで、よかったら、おもちゃショーのイベントのね動画に、映ってるんで、よかったらぜひね見てくださいね。そしてプレイセット、これめっちゃ可愛かったね。これも動画で映ってるんだけど、アニアが歩くぞぐるぐるマウンテン、なんかハンドル回すとこう動くようになってて、そう動物たちがくるくる回るんだけど、ここは動物じゃなくても恐竜にセットしてもね遊べるからいいね。またちょっとやってみようかなとは思ってますね。はい、ということで今回はですね、新しい新着情報の方、チェックの方していきました。またね新しい情報が入れば、動画でねご紹介していきたいと思います。で、僕ね視聴者さんからね教えてもらうこと本当にね多くて、また皆さんね何か新しい情報があればぜひぜひ、コメント、そして、ツイッターインスタもねあんまり更新ちょっとねしてないんだけどね、頑張りますね。インスタツイッターの方にね DM いただけたら助かります。はい、ということでね、今回はこの辺で、よろしかったらコメントに、そして高評価ボタンの方もぜひ、よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。